ラスボスでしょ。ガッチガッチ、もう超硬いぞ。ガッチガッチかいろ。ガッチガッチだぞ。ガッチガッチ。アートアベニューのバラエティチンタイ。この番組はお部屋探しにまつわるプチ情報をアートアベニューの伊藤さんとご紹介していきます。バラ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 エティチンタイ、ナビゲーターの上原恵子です。そしてアートアベニューの伊藤です。今日のテーマは、意外と知らない建物構造の種類についてお話ししていきます。チャンネル登録、いいねお願いします。さて伊藤さん、はい、意外と知らない建物構造の種類っていうことですが、はい、意外と知らないとかじゃなくって、はい、そもそも知らないです私。ですよね。ね、建物構造とかなんか漢字画数多いからね、うん、ちょっと読むの嫌になってくるんじゃないですか。4文字ぐらいなら平気ですよ。平気？だって不動産用語解説の方が漢字多いから。本当や本当や、長いわ。そうそうそう、まあ、大きく分けて4つですね。はい、はい、まあ、上から木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリートとありますけど、横になんかアルファベットありますね。え、何ですかこのアルファベットは。これ何だと思います？ W、 まあ一番は私分かる、さすがに、うん、ウッディってことでしょ。ウッディ、ウッディ、ウッドの木造でしょ。ウッディ、うん、その通りですね。わ、ウッディ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 来た。イエス、ウッディ、イエス、ウッディ、よし、質問正解ですね。うん、こっちは S、 S、 これ S、 象でしょ。スケゾウ。スケゾウ正解はスーパー。あ、マジか。マジだ。あ、そうなんだ。もっと私も次簡単に考えられる。じゃあスーパーよ。あ、スーパーなんだ。オッケーオッケー。木造よりいいから、うん、そんなスーパーに決まっとるわ。あ、そっか、木造よりこう硬いからスーパー、うんうん、そう、スーパー硬いぞっていう。スーパー硬いぞってこと。硬いぞでしょうね。分かった分かった、ちゃんと考えられる。スーパー硬いぞ。そう、鉄骨像はスーパー硬いぞですよ。OK。 じゃあ3番。3番、これはもう超簡単。これ超簡単、超簡単。だってこれもうヒントが書いてあるもん。確かにね。リアルコンクリートリアルコンクリート、そう、リアル。ここまではなんとかリアルに行けなかった。ここはちょっとスーパー硬いまで、ここは硬かったけど、ここに来てやっとリアルなコンクリートを流し込みましたみたいな。じゃ、これは、これは超簡単。私復習できるもん。復習できる。だってさ、ここではさ、スーパーでしょ。スーパー、スーパーリアルコン。勉強になりますね。え、合ってます。まあ、おおむね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 、OK、 おおむね、OK、 おおむね、OK。あの、正解はちょっとテロップに出しといてくださいじゃあ1個ずつ見ていきます。あ、はい、お願いします。見ていきます。うん、1個目、うん、ウッディ。ウッディ、ウッディ、イエス、ウッディ、うん、イエス、ウッディは、まあ、木造で作られてる、うん、まあまあそんなん分かりますわ。分かります、話ですよね。木造で賃貸借りる人で、うん、まあ、気になるっていうと、音がやっぱり気になる。やっぱ音ですよね。うん、あ、でもさ、メリットはすごいじゃん。湿気の高い時は空気中の水分を吸収し、うん、乾燥してる時は空気中に水分を放出するって書いてあるから、うん、なんか木ですからね。住み心地はじゃあいいんですかね。うん、まあ、住み心地はそうですね、うん、良いかなと思いますし、うん、まあ、あとこういうデメリットを、まあ、気にする人が多かったりもするので、うん、一般的にですけど、やっぱ安いは安いですよね。でも日本って人気ですよね、木造。まあ、木造住宅ね、うん、人気ですよね。うん、あの、一軒家とか住みたい人やっぱ多いですからね。うんうん、住み心地が良いというかね。うん、でやっぱりそのコンクリート作りよりも間取りが作りやすかったりはするので。あ、そうなんだ。なので、まあ、その分やっぱり間取りの自由度は高いんじゃない、うん、鉄骨像ね。これこんなこと言われてもよくわかんないわって話だと思うんですけどね。材料の鉄骨の厚みが6ミリ以上だと重量鉄骨で、うん、未満だと軽量鉄骨。何かそれはやっぱり強さが違うんですか。そうね、やっぱり
もうこっちがスーパースーパーや、もうすごい強い、でこっちはただのスーパー。お値段は、お値段、うん、まあお値段で言ったらこっちの方が高い。やっぱりそりゃそうだよね、スーパースーパーだ。だっていっぱい使ってるもんね。うん、いっぱいいっぱい鉄使ってるもんいっぱい鉄使ってるから鉄のさ保有量がさ多いもんね。そうね、いっぱい鉄使っとるからこっちの方がそうなる。鉄骨像っていうのはどんな建物に多いんですか？まあ、3階とか4階建てとか、うん、ちょっとその木造のアパート、軽量鉄骨のアパート、だいたい2階ぐらいが多いんですけれども、うん、まあ、それよりもちょっと背の高いぐらいの建物で、まあ、使われてることが多いのかなっていう、はい、印象はありますね。で鉄骨像は、重量鉄骨の方ですね、うん、まあ、まあもちろんさっき言ったように鉄、大きい鉄使ってますから、うん、いっぱいね、その分強度があるので何ですかね、柱を少なくして空間を広く使えたり、こういう空間作ったとして、うん、スーパーじゃない方はここに柱立てなきゃ、真ん中に柱立てないといけないけど、ースーパーだったら大丈夫よみたいな、だから要は空間を作りやすい、へー、のでこっちの方がスーパー。鉄筋コンクリート、柱や床、うん、壁が鉄筋とコンクリートで形成されている構造。要するに一般的によく言われるマンションですよ、うん、あ、なるほど。9階建てとか10階建てとか。あ、でもそれをあえて9階10階と指定するっていうことはそのぐらいが限度で、それより高いもう20階っていうにはあんまり向かないってこと、ね、そう、うん、高さを制限するものではないです、まあ、構想に向いている作りと理解してもらえればいいと思います。メリットは、あ、そう、それは燃えないですもんねそうですね、コンクリートなので、うん、まあ、耐火性に強いよ、うん、音も大丈夫。そうですね、バンドやっても大丈夫。バンドやったらどこ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 。デメリット、コストが高い、うん、家賃も高い。まあでもこれみんななんとなくね、うん、マンションでちょっとね背の高いマンションだったら、うん、ね、普通の2階建てのアパートより高いでしょっていうのは、うん、まあ、なんとなくわかると思うので、まあね、うん、まあ、皆まで言いませんけど、うん、賃貸需要の話で言うとね、うん、今コロナウイルスで、はい、結構みんなテレワークとかやってると思うんですけど、うん、はい、そのあたりでやっぱり騒音クレームっていうのが増えちゃって、あ、はい、壁が薄いとね、うん、電話の声が聞こえますもんね。普段会社に行ってるのに家でやってるから、うん、壁薄いと聞こえちゃうとか、そういうの気にして木造からこっちに移る人っていうのは結構増えてきているみたいですね。すごい、もうこれラスボスでしょ。ラスボス、もう硬さ界のガッチガッチ界のラスボスでしょガッチガッ、もう超硬いぞガッチガッチ界のガッチガッチだぞ。ガッチガッチよ、これガッチガッチ界のガッチガッチ、ラスボス来た、お願いします。だってリアルコンクリートにスーパーが入ってるから、ね、スーパー入っとるんやから。書いてある通り、うん、鉄筋コンクリートに、うん、鉄骨が入る。え、待って、コンクリートの中に鉄骨が入るの？そういうことになるね。マジですか、うん、超硬いじゃん。超硬いもうここにデメリットに書いてある通り、うん、鉄筋コンクリート像よりもコストは高くなりやすいですね。うん、建築コストが高くなるということは、うん、家賃も高くなる。あ、一昔前はこっちの方が鉄骨入ってて、うん、やっぱりガッチガチだったから、うん、硬いから、うん、オッケーってなってたんだけど、うん、そっちの方が上みたいな、うんうん、耐震性もいいよ、うん、となってましたけど、どうやら近年は技術が進歩してきてですね、リアルコンクリートもスーパーリアルコンクリートも同じぐらい、うん、あ、そんなに変わらんよ。両方硬くなってきたんですね。両方硬くなってきたじゃあお安くて硬い方がいいですもんねじゃあ安くて硬いのが一番だよね。安くて硬い方がいいですね、うん、あ、じゃあもうそんなに遜色とかね、はい、そう、遜色ない、スーパーついててもついてなくても、うん、でもみんな硬いってことです。みんな硬いってことですねよかった。そう、いや、でもこんな構造のこととか普段勉強すること一切ないんで、なんか今日は本当どれぐらい硬いか分かってよかったです
藤さんと意外と知らない建物構造の種類についてお話ししてきましたけど、はい、私たちが選ぶ基準としてどういった基準で選んだらいいとかってありますか？はい、一番はその構造で跳ね返ってくるところってどうしてもお家賃だと思うんですよ。はい、木造住宅の方がやっぱり、まあ、安いんですよね、建築のコストが、はい、なので家賃も安くなるし、お家賃どれぐらいがいいのかなっていうところと、まあ高くなればなるほど、まあ、もちろんその遮音性っていうのは鉄筋コンクリートの方がいいので、耐火性ですとかね、耐火性とかね、その住むスタイルに合わせて選ばれたらいいということですよね、はい、そうですね、そこのもう家賃とそこの、まあ、住み心地って言ったらちょっと違うかもしれないですけど、はい、まあ、遮音性などの、まあ、そこのバランスを取りながら見ていく上で選ぶ一つの材料っていうんですかね。はい、伊藤さんのちなみに住んでるお宅は、はい、1番から4番硬さで言ったら何番なんですか？3番です。はい、十分です。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。